1のリスクしかないことはしない。10のリスクがあることをする。達成すれば10の成果が手に入る。矢沢永吉。この言葉は成功するためのリスクリターンについて語った名言です。1のリスクも10のリスクもかかる労力や時間が同じだった場合、10のリスクを選んだ方が良いと思います。もちろん1のリスクの方が成功確率が高くなるので、そちらを好む人も多いでしょう。しかし1のリスクに勝利しても得られるリターンは1だけです。それに対して10のリスクではリターンは10になります。この勝負を何十回と繰り返すと、圧倒的に10のリスクを取った人の方が成功しやすくなるのです。その理由は失敗の濃さにあります。1のリスクはそもそも難易度が低い勝負なので、その過程で得られるノウハウも少なくなってしまいます。しかし10のリスクを負えば、その過程で得られるノウハウは10倍多くなります。つまり10倍も多く失敗することができ、10倍早く成長できるということです。